いっぱいいらっしゃいます。ありがとうございます。まだ時間ありますので、今この声聞こえてて席ついてないっていう方はゆっくりいらしてください。本日はふなっしーカレンダー6年連続発売記念イベント、お越しいただきましてありがとうございます。 MC を務めさせていただきます、フリーアナウンサー、略してふなんさーの愛知こと横町愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、世の中は何かのグランプリの順位がつきそうという状況ではございますが、こちらはこちらでですね、6年連続皆さんのおかげでカレンダーを発売することができたという感謝イベントを行っていきたいと思います。ふなっしーのイベント初めて来るよってお友達いらっしゃいますか？本当？あ、いらっしゃった。ありがとうございます。じゃあ、もう慣れた方も多いかと思いますので大丈夫と思うんですが、念のためご説明をさせていただきます。まずですね、今日のイベント撮影 OK です。動画、写真等どちらでも OK なんですが、会場的には大丈夫だと思うんですけど、あまりにも手を高く上げてしまいますと後ろのお友達が写真を撮れなくなってしまいますので、ご配慮をお願いいたします。また他の方の写り込みにもご注意ください。三脚一脚を使っての撮影は、禁止とさせていただいてますので、ご理解をお願いいたします。また今日暗い会場ということもありまして、フラッシュを焚いてしまいますとふなっしーの目の特性上ですね、非常に光を浴びやすいと言いますか、目がですねちょっと見えづらくなってしまうということもありますので、フラッシュを使っての撮影もご遠慮お願いいたします。ただ、どうしようかな、写真撮影タイムの時にはね、あれでしょ、なんか他の方ね、いつもこういうステージで撮ると発光して見える時ありますよね、フラッシーとかがなんか神々しくなっちゃったりもしてるので、そのあたりの判断はお任せします。で、今日ですね、先ほども説明があったかと思いますが、深い話の密着が入っておりまして、すごいね、やっとふなっしーのいつものなんだろう、なんか良さとかが伝わるのかなと思うんですけどね、ふなっしーが話したがらない寄付の話とかね、ゆずのそういうの伝えてくれるんだよねきっとね。深いねえ、やっとそういう番組に出れるかという嬉しさもあるんですけども、皆様のお顔が映る可能性もありますので、ちょっとそちらだけご了承ください。でまた私、日テレさんには何かとモザイクかけられがちなんですけど、今日はかけないでくれとお願いをしておきました、はい、大丈夫かなと思うんですけど、ご協力をお願いいたします。そんなところかな。ちょっとまだ、あ、まだ準備が、なんだろう、準備がね長引くっていうのは、もしかしたら今日はカレンダーイベントですし何かあるのかもしれませんけども、そうだ、ふなっしーはですね自由奔放な行動をいたします。一応台本というものが私の手にはあるんですけども、打ち合わせはですね大抵今日どうしますか、いつも通りで、はい了解ですで終わりな程度でしか打ち合わせておりませんので、ふなっしーがどんな行動を取るか分かりません。なので皆さんのお近くに行く可能性もあるんですが、皆さんのお尻接着剤がついております。もう超強力な接着剤がついておりますので、非常時以外は、そしてご退出いただくとき以外は剥がれません。ふなっしーが近くに行きましても席を立たないようにお願いいたします。まだかな。近くにはいるようですね。近くにはいるんですけど、何かしらの準備をしていると思います。皆さんから見て右手の方ですね、登場口がございますので、私がですねふなっしーの登場の時にはせーのと言いますので、ふなっしーと大きな声で呼んでいただいた後には、こちらに写真撮影の準備を、今ゆずるんのいるところですね、で撮影の準備をお願いいたします。あと何か言うことあるかな、ないかな。なんか言ってない気もしますけど、最近今日も新商品とかあるんでしょうか。あ、御朱印帳、御朱印帳、御朱印ステッカーっていうのがありました。御朱印帳っていうのは神社とかにね最近行くと、ま、すごいフランクな言い方をすると記念のスタンプを押してもらえるというか、まあ、そんなね神々しいものなので、そんなライトなものではないんですけども、まあ、そういったもののステッカーが、その代わりのステッカーが発売されてるということですので、ふなっしーランドもう行った方、あ、いすぎた、ありがとうございます。そうですよね、せっかくの機会に行きたい方もいると思うんですけど、まだ行ってない方ね、そんな御朱印スタンプ、ステッカーとかもぜひご購入いただいて、あとはあれもあるかな、船転がし挑戦しました、船転がし、あ、船しい転がし、そう、これクリアした方、あー、ちらほらいらっしゃいますね。結構ね難易度も高いらしくて、昔ながらのこう球をゴールに行かせればいいっていうゲームなんですけど、これクリアしてない方ですね、ぜひクリアしたら記念の缶バッジももらえるようになってますので、ぜひ挑戦してください。100円で3ゲームは変わってないかな、勝てない、 OK、 あ、 OK、 はい、じゃあ皆様お待たせいたしました、
私がせーのと言いましたら今日の主役の名前大きな声で呼んであげてください。ではいきますよ。せーの、なしー。拍手。を食べればいいじゃないなって、セリフも言っておりますけども、ね、お嬢様はいいなしですもんね。もちろんですよパンがなければなしを食べればいいじゃないどの道ねお腹に溜まりそうにないですが、はい、そんなね、ふなしアントワネット様と一緒にやっていきたいんですが、これが今お話にありました通りカレンダーで、そう、はい、ふなしがお召しになられた姿でございます、ね、嬉しいね。もう何年目、5回目、そう、今日のイベント名が6年連続発売、6年連続、はい、うわー、皆さんありがとうございます。たくさんありがとうございました。ありがたいですね。お気に最初の頃なんかはふなっしーが行ったイベントで撮った写真をこう集めてカレンダーにしてましたね。あ、そうですね。あのね、最初の頃はね、あの船橋で撮った気がするし、あ、そっか、そうそう、船橋で撮影。え、なに、いや髪の毛が大変ですわ、身だしなみが大変ですわ。確かにこのまつげ微妙に重たいね。重たいね、ちょっといけるかな。大丈夫、うん、めっちゃ暗くなってますね。え、はい、で、まあ、その後写真とかもあのイベントの写真でカレンダーを作ったりしたんですが、ね、ある時からコンセプトが生まれ、そうそうそう、蜷川さんに撮っていただいた時代もありました。あ、そうだね、蜷川さんもすごい綺麗だったね。なんだろう、花魁というか、そうそうそう、でもいろんな、いろんな、なんか引き出しでね、うん、その話をいろんな角度から撮ってくれたらしいな。はい、で、今年がふなっしー盾の希望で、そう、はい、お姫様シリーズだし、ねえ、なんでなんですか、ね、ちょっと憧れがあったの、お姫様に。いや、あのね、うん、あの最初は、うん、戦国武将シリーズみたいな、いやいやですわテープとかないのかな。そう、だから戦国武将だとみんな分かんないんじゃないかなと思って、ね、だからやっぱじゃあそれにやっぱ歴史にお姫様がつきものだから、うん、お姫様にこうなって物語の一緒にやろうかなと、うん、ね、
っていうふうに自分が希望したら、そう今となっては頭が重いと文句ばっかり言ってるんですな熱いと思いだね、ねえ、めっちゃ熱いしな。まあでもなんか入ってきた時の豪華さとかすごかったですよね。ねえ、これ食べて首振ったらスコーっていくらしいよ。今ちょっとまつげの修復してもらってるんですけど、今このままだとちょっと太陽の塔みたいななんか固めだけパチってなって、後で修復いたします。了解。はい、じゃあちょっとね、カレンダーイベントなんですけど、はい、最近の話なんかもまず最初にしていこうかなと思います。あ、そうなんですね。最近今の、一緒にゲームのね、コラボの、ね、イベント出たんですな。そうそう、あの、グランドチェイスっていうスマホのゲームがあって、そうそう、それに一緒に出演するっていう、ね、はい、のもありました。やってる方いる？あ、しらほら、あ、ありがとうしら、クラッシュ、あの後ハマってしまい、もうね、あの、レベル62までいったんですよ。十いくつだったんですよ、イベントやった日。イベント時はね、もうずーっとやってる。まさかの場合に気づいたら1日8時間スマホいじってた。さっきほら iPhone です出てくるでしょ、うんうんうん、グラチだけで5時間くらい使ってた。プラスポケモン GO、 ポケモン GO もやってる。散歩の時はポケモン GO してるし、あー、常にゲームだね。ゲームやってるしな。ねえ、まあでもゲーマーですからかなりの、ね、まあでも、まあ、暇つぶしには持ってこいですな。うん、あとあれもやってるでしょ、あのポコパンもやってるでしょ。ね、今あのふなっしーコラボが。そう。はい。あれむずいね。自分でコラボしてるんだけど難しいね。ああ、皆さんも難しい？取れた？取れた。取れた。早かったね。どっちも意見がありますね。取れた取れないっていうね。うん、ね、でもまあ多くの人はゲームの話にはついてきてないのかなという。部分もありつつ、はいはい、まあ、ふなっしーの趣味のゲームイベントも出たりとか、そうそう、あとなんか最近収録とかも、あ、そう、うん、あの暇人ラジオさんってね、うん、あの東京暇人の、うん、なんだろう、別枠みたいな感じでしたしな、うんうん、それに出させていただきましたし、おお、じゃあみんな見られるの？ね、うん、暇人ラジオは多分関東ローカルなんで、ああ、でもほとんど関東の方？関東じゃない方。あ、ありがとうございます。その方たちは、うん、あの放送終了後すぐに、うん、あの暇人ラジオで調べていただければ動画でアップされるらしいので、おお、あ、公式でね、そうそう、うん、だからね、結構夜深いからね、ああ、そうね、あとで動画で見るっていうのもありだと思うんだし、うん、そうですね、優しいな、うん、結構ね、やっぱ塚地さんいいね、うん、うん、優しいし、なんかあのすごい盛り上げてくれるし、ああ、うん、いいね、そう、もう NHK のあのイカ星人の頃からイカだよ。突然のね、ねえ、じゃそういった絡みもありつついろんなお話をしてきたのかな。そうそう、楽しかったでしょ。うん、放送日はまだ、放送日はね、3回に分けて12月中にやるというので、うん、第1週、第2週、第3週だと思うだし、あ、じゃあもうすぐだし、しかも3週間も話を楽しめると、そうそうそう、ちょっとね、よかったら見てくださいね。ぜひぜひじゃあ見てください。さあ、そして近況なんかもうすぐね、羽生、あの埼玉県の羽生市が起きないんですよ。今週も羽生ですよ、ね、早いね、早い早いね。なんか去年出たのもう1年経ったってことでしょ。でもいろんなイベントごとに1年経ったね、早いねっていう会話をしてる気がする。ただあの羽生に関しては、うん、そのキャラ業界の中では、うん、1年の締めくくりみたいな感じでしょ、もうあの、うん、NHK の紅白みたいなもんでしょ。ああ、そうね、あれに出て1年終わったねって感じで、うん、12月になると、うん、キャラのイベントパサってなくなるんですよ。そうだよね。なんでかっていうと自治体の関係者が多いから、忙しくてイベントなんかやってらんねえよっていうのが実情らしい。年末はね、そうそう、繁忙期だったり、あとはあれかな、意外とキャラさんって冬の室内のイベント辛いんだよね。やだやだ。ねえ、それはどうして？暑いやつだもん、暖房つきやがって、うん、やめろよ。そう、だから意外と夏のイベント失敗されやすいんですけど、そう、冬の室内がきつい。そう、野外の夏まだ風が入るから、うん、まだなんとかできるけど、うん、もう締め切ったやつ暖房とか焚かれてみ。そう、虫頃ですよ。ねえ、なんでたって適温がマイナス15度だからね。そうだしな、やっぱ涼しいところで仕事してるしな。ねえ、皆さんが唇を紫にガクガク塗れるぐらいのベストだし。そうね、私もコート着てイベント参加するでしょうからね。ねえ、まあ、そういったイベントもありますのでね、ぜひ皆さん会いに来てください。よろしくお願いします。はい、さあ、そしてカレンダーのお話し
きたいんですけど、ありがたいことに発売してから売り上げも好調ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、これもね、毎年ふなっしーが続けてることなんですけども、はい、カレンダーの売り上げの一部、そう、一部、ふなっしーのロイヤリティが全て一六基金に行きます。今回どれぐらい、今回ですね、およそ190万円予定しております。 ありがとうございます。もっと言ってたから多分相当な金額は皆さんのおかげでね、うん、で子供たちの学費に与えられてるってことだしな、ね、これもコツコツね、カレンダーの歴史とともにやってきたコツコツと研究を続けてきたおかげですね。これやってきたいしな。はい、うん、こちらですが、今お話にもありましたけど、日テレサービスより道の奥未来基金の方へ寄付させていただきます。ご協力ありがとうございました。ね、嬉しいですね。嬉しいですね。ね、でそんなこんなでね、実はマリアントアネット様ね、はい、多分相当首が重いと思うので、はい、もう多分明日ね、ムチ打ちだなと思いながら。そうね。でそろそろね、ご退席いただきたいですけど、あれつけまって復活した？はい、あ、じゃあちょっと、これはちょっと、じゃあこれ写真撮影つけまつけて、うん、つけまつけまつけまつけて。はい、じゃあちょっとお嬢様つけましょうか。お願いします。だし。よいしょ。お目目が熱いわね、相変わらず。じゃあ、ふなっしー右側から行こうか。こっち、うん、こっちから。はい、ステージ向かって左側のお友達シャッターチャンスです。よろしい、はい、よろしい、せーの、はーい、なっしー。ちょっと高見沢さんの気持ちが分かるんですね。高見沢さんはずらせないから。はい、手を高く上げてる方、下ろしてあげてくださいね。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあふなっしー真ん中のちょっと右寄りに行こうか。ちょっとちょっとちょっと、あー、つけまが。やばいな。ねえ、でもたまに街中で会うよね、こういう人ね。ありがとうございます。こんな人いる？剥がれかけて半分ぐらいの人とかたまにいるもんね。こんな高級の方多分肝臓やられてるぞ。よいしょ、はい、じゃあ行きましょう。せーの、はーい、なーし、シャラーン。はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあふなっしー真ん中左寄りに行きましょうか。ふなっしーお嬢様、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ行きますよ。せーの、はーい、なーし、かわいい。はい、ね、この距離だと一番前の人はね、ドアップしか取れないっていう。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあラスト、みなし左側に行きましょう。ステージ向かって右側のお友達シャッターチャンスです。楽しい、来たよ。はい、行きますよ。せーの、はーい、なーし。はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。落ちた、落ちた、落ちた、もう飛んだしよ、しょうがないよ。福笑いみたいになってた。太陽の通り、太陽の通り。じゃあですね、ふなっしー、アントワネットお嬢様はですね、こちらで一旦ご退席となります。ごめん、すいません。剥がしながら。はい、ありがとうございました。後ほど登場いたしますので、皆さん楽しみにお待ちください。よいしょ、はい。さあ、ということでですね、まだイベント続きますので、皆さんぜひ楽しんでください。あら、あ、すみません。このガラスの靴の持ち主を探してるんだっけよ。ガラスの靴？うん、これ。皆さん知りませんか？このガラスの靴の持ち主を探してるの。誰か知らない？バケツじゃないよ。このガラスの靴の誰か知らない？だってなんかゾロ用入ってるよ。違う？え？
てるよ。何？バケツじゃないやつ。厚底なの。誰でしょうね。はい。ちょっとはめてみてもらっても。私でございますか。ガラスの靴の持ち主探してるの。絶対入りましたけど。私でしょうか。ぴったりではないから。あ、でもほら歩けますよこれ。次。どうでしょうか。ちょっと違うんだっけな。違います。離して。ちょっと違うんだっけな。視界が雑。あら、なんか誰か来たわよ。もしかしたら上とかも知らないなって。あ、どこですか。世界観間違えてる気がしますけど。でもなんかちょっと顔の色もちょっと顔の色がちょっと悪いけど大丈夫ですか、ね、大丈夫かしら。灰を潜られた後かもしれないですね。そうだっけな。じゃあちょっと、はい、あのガラスの靴はめてもらってもいいですか。はい、じゃあそちらの方左足にはめてみましょうか。はい、はい、ちょっと、はい、いいよそれ。いいなってか。恥ずかしめを持って OK なって。はい、よいしょ。はまったけど。あれ、ちょっとはまったけど、もしかしてあのちょっと多分こんなに顔色悪くなかったなって。また多分違うと思うなって。かちょっと世界観違いますよね。ちょっと違う気がするなってな。そうね、うん、リンゴを耳に挟まってる。そうね、これはちょっと違うキャラクターの気がするなって。だからちょっと違いますね。いらっしゃらないのかしらね、うん、会場にはどうかな、うん、あれ、また来た。あの人かもしれないのってな。あの方は多分電線状態だと思われますけども。ちょっとあの、いいですか。果敢にも。あの、いいですか。ここにあの、はめてもらっていいで、入ってもらって。大丈夫あー、絶対靴履きたくないわ。
ショートコント終了ということで、はい、ありがとうございました。ちなみにね、今回のトムカラカカラ歩きにくい、本当にぴったりサイズなのね。いいなみたいな。確かにね、褒めてたこの衣装こんな可愛い衣装はないって褒めてた。そうでね、フナッシーは私はフニャがやったらいいのにねっていう優しい言葉を言ってくれたらしいんですよ、うんうん、それでよしよし、フナッシーがそうやって言ってくれたと思って振り返ったらユズルいなかったらしいんですよおいってなったらしい。納得できないのしな。そうだから今日はこうやって、だから今日白雪姫の格好してるしな。そう、スタンいうことですよ。早速ですね、このコーナーに行っちゃいたいと思います。気が早いんですけど、はい、2020年のカレンダー、はい、どうしますかということで、こちらのコーナーです。2020年、おはい、2020年版カレンダー企画会議。まだ2019年にもなっていないんですが、皆さんと一緒に会議をしていきたいと思います。今から会議を皆さんとします。はい、2020年なのでスポーツ企画、2020年は東京オリンピックを控えているということもあり、フナッシーがさまざまなスポーツにチャレンジしたものをカレンダーにするという案があります。じゃああれね、オリンピック公式カレンダーって書いちゃおう、うん、公式にできるなら書いていいよめっちゃ怒られると思うし、ね、まあでもそうなるぐらいの勢いで、ね、何のスポーツがあるかな、フナッシーにやってほしいようなものも含めて。やっぱあれじゃないかな、うん、マラソンとか、うん、ボカタクトリとかいいかもしれないですよ。それは挑戦できるかいちょっとそれっぽいけど、マラソンはどうだろう、まあ、鉢巻き巻いてこうやってやるぐらい。あとなんだろうね、うん、あでも
プ中にサッカーとかねバスケもやってるしね。そうだね。あとね今年から今年からよ次からスケボーも種目になるらしいですよ、うん、へえ。かっこよさそうそれ。ね、やってほしい。スケボーできるかな。できる。できる。本当に。でまず最初にすごい大きな板がいるよねスケボーが。そうだしな。ねちなみに経験は？あるある。お。おかっこいい。ただそんなには。うん。上手じゃないらしい。なんだろうな、梨の世界で25年前ぐらい、30年ぐらい前だったら下手したら、うん、骨折るかもしれない。それをまあじゃあ、まあ、安全に気をつけながらかっこいいところを撮るみたいなのもありかなと思います。そうですな。はい。で、今回は一つ一つ1ヶ月1ヶ月が物語でしたけど、はい、今度は12ヶ月で一つの物語になるカレンダーというのもどうかなと。いいかもしれないですよ、うん、でもそれだと、うん、若干衣装とか変わる場合がないんじゃないですか。あ確かに。ずっと桃太郎とかだったらずっとあれでしょ、途中からキジ屋さんが入ってくるでしょ。そうよ ね、 ね、主人公買っちゃったら変だもんね。そうだね、それちょっと確か難しいかもですけどね。うんうんって発案者がうなずいてるってことはボツっていうことまあでもやりようはあると思いますね。で、あ、これふなっしーのオフに密着オール海外ロケ撮影。あ、これやりたいな。いいよね。いいですね。なんか綺麗な海のさ踊りで楽しんでるふなっしーね、いいね。いいね。ふなっしーだってモットーがね、そうあるもんね。で、自然の山の中で、うん、ハブに噛まれてるふなっしーそんなモットー聞いたことない。ふなばし初ふなばし初世界のふなばし初元気に、はい、世界をこれも深いですよ、深い。来月は台湾って言いますよ。台湾でご当地キャライベントやるらしい。ふなし行くの？行く行く。どうします皆さん、行く？本当に？すごい。遊ばなくていいよ。遠いでしょ？大丈夫？すごいね。私も人生初のパスポートいよいよ取るときが。あっちも？あっちも行こうか。遊びに。ねえ、すごいね。今回だって香港でさ、ね、ツアーもやったでしょ。香港よかったよ。楽しかった。カパルがちょいちょい行方不明になるんだよ。カーパル先ほどで香港地でさ、うん、大変だよ。なんで団体行動しないの。そう、わかんないわ。スルーとか嫌なんでしょ。そうなんだ。そういう人って団体行動しないよね。そうしな、自由すぎるんですよ。ねえ、どういうことでしたね。まあ、今日も頑張ってる人もいるね。ねえ、ね、投票作で、うん、部長になりましょう。ねえ、あ、でもこの海外ロケはじゃあちょっと可能性としてはあるかも。あるんじゃないかし。シリアとかじゃないかし。シリアロケ。ごめん、あの立場的に拾えない。強がってみたら無理。ダメ。ちゃんとだってほらマカオのさ関わりとかあったこともあるじゃない。なし、あー、マカオすごいね。あの教会とかがすごいおしゃれだった。もともとスペイン領だからね、うん、おしゃれな街だったらしい、ね、昔ジャパンエキスポとかも行ったし。あ、そうですね。フナッシーが行ったことのあるところとかをこう巡ってもいいかなと。あ、ちょっと思いました。なるほど、うん、あまり心に刺さってないようなんで次に行きたいと思います。そんなこと言うとあれ南極行かなきゃいけねえのかなとか。あ、行こうか。南極行かねえよ。アンクリさんが出て、タイヤドレーク海峡気持ち悪いんだから。もうねえ、船がすごかったって言ってたもんね。涼しいよって確かに涼しかったけどさ、適温ではあるけど。ねえ、ねえ、大変だ。行くまでに1週間かかるからね、往復で2週間ですよ。すごいね。カメラ撮影も大変になっちゃうね、ロケもね。はい。で、まあ南極ではないんですが、はい、海洋生物シリーズというのが案に上がって、しかもこれフナシー案って書いてあるよ。海洋生物シリーズ、フナシー案、本当
はい、さっき自分で言ったことすぐ忘れちゃった。でも確かに言ってた気はする。言ってた、イベント中に。いや、何、あの牛乳の使いとかそういう話言う。難しそう。難しいんだ。ちょうちんやんこだ。ほら、思い出して、イベント中に言ってたじゃん、さかなクンがみたいな話を。あ、さかなクンにやってもらうってこと？違う違う違う、カレンダーじゃない、さかなクンが。さかなクンが監修するってことだしな。そうそうそう、仲いいし。あ、いいかもしれないしな。ねえ、うん、ねえ、でもどの層を狙ってるのかちょっとよくわからないですけど。でもいいんじゃないかしら。なるほど。ねえ、どうですか皆さん、何番か良さそう。これ変わる、これがいいな。もしか、なんか、あんでもいいでしょ。だから、はいはい、皆さん目つぶって。誰が給食費盗んだか正直言ってもいいでさ。何年前に結構盗んでるからやめてくださいよ。まあでもね、皆さんからの意見もいただいたら、まだ今年は決まってないもんね、その2020年どうするかっていう。もう全然、ね、これからだから何か採用されることがあるかもしれない、ね、え、じゃあ皆さんぜひぜひご意見をお待ちしておりますので。お待ちしておりますなし、はい、引き続き検討していきましょう。よろしくお願いします。あ、それぞれの国の民族衣装ってことですか。ありましたね。いいじゃない。え、じゃあみんなが知るかと思う。民族衣装、オランダとか着てほしい。なんか可愛いですよね。オランダの格好したことある。あれ、あ、そう、あ、そうだよね。なんだっけ、あそこでマカオでした、それこそ。ポルトガルだ、ごめん。なんかいろいろあるじゃない、チャイナドレスとかもあるし、ね、うん、結構面白いかもしれない。あのフラダンスのハワイアンの衣装とかね、ロシアのね、ボコボコした帽子をね、かぶるとかね、うん、暑そう。それでイベント出てくださいって言われたら、フラダンス自爆だよ、暑すぎるから。ね、軽いやつだけ選ぼう、南の国を選ぼう。まあちょっとね、案をこれからも詰めていきましょう。はい、え、ではでは、ここでですね、なんと突然ですが、ふなっしーのサイン入り手ぬぐいが当たる大抽選会。はい、感謝イベントということで、はい、こちら、はい、後ろに出るのかな、これはこれでいいのかな。まずですね、座席番号が書かれているくじをご用意いたします。くじです。あ、くじよ。はい。座席番号が皆さん分かりますか。まあ、座ってるから分かりますよね。はい。こちらが書かれたくじを用意しますので、その中からふなっしーに5名選んでいただきます。でその人二日酔いだから気をつけて。はい。で、当選者の方はイベント終了後にこちら、私は今おりますスクリーンの前にお集まりください。さあでは、はい。じゃあ抽選ボックスちょっと用意して間に。そちらの酔っ払いを解放していただきましょうか。はい、あ、ちょっと待ってください。本当だ、ちょっと待って、フナポロリしてる。形中がポロリしてるから、ちょっと待ってよ。ダメだし、オッケー。すごい時間が流れてるでしょ。はい、ありがとう。ちょっと、まあ、よだれかくみたいなする、まあ、いいか。はい、さあそれではですね、こちらに座席表が、座席番号が書かれたものがございます。まとまってるな。はい、ではふなっしーはここから5名選んでいただきます。1枚ずつ、まあ、1枚ずつ引けたらいいし、あのね、これ束で取ると順番になってるから、1枚ずつ取っていこう。ダメなやつでしょ。そう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 、バラそうバラそう、ね、はい、今ちょっとある程度バラしたんですが、難しいので1枚ずつ取っていけるかな。はい、はい、あ、じゃあこちらにじゃら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 、でき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 て、めっちゃ引いてる。めっちゃ引いてるよ。マジか。なんなら10枚以上引いてる。10枚。あ、じゃあマジか。そんなちっちゃいのくし。はい、もっとなんかさ、もうバカでかいやつにするんじゃないかなし、ね、一本玉とかに書くとかさ。はい、どうかな。どう、あ、ね、じゃあ上の方にしようか。はい、これ両方についてる。ついてた。ついてるの。うん、はい、これ上の方に。じゃあ上、見える？あ、出してたのね。はい、出してます。はい、愛の18番。はい、愛の18番の方、はい、あといらっしゃれば手を挙げていただきたいんですが、いらっしゃいますか。あ、はい、おめでとうございます。後でじゃあステージ前来てくださいね。お、はい、じゃあお二人目いきましょう。テケ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 、パッパロピン。
はい、じゃあこの折れてるやつにしようか。はい、続いてはこちら。ゼロ31。ゼロ31の方いらっしゃいますか。いらっしゃった、ありがとうございます、おめでとうございます。はい、3人目。おい、テケ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 テン、ポッポロピン。じゃあ落ちたやつにしようか。ちょっと待ってよ。はい、はい、J の、はい、4、おめでとうございます。はい、J の4番の方、あ、ここに。はい、じゃあ次待ってよ。4、3、
2、1。はい、ありがとうございます。じゃあ4台さん、はい、愛知がいるこの位置が真ん中になりますので、はいはい、ここに集まってもらって、皆さんの方に背を向けてください。集まりすぎよ背を向けてください。はいはい、はい、これからですね、会場のお友達も一緒にお写真を撮らせていただきたいと思います。でこの写真ですが、ツイッターとか、ヘナシガムの公式ページとか SNS 等に上がる可能性がございますので、今日ちょっと化粧のノリがいまいちとか指名手配されてるよっていう方はご自身でお顔を隠していただきまして、その他の皆さん最上級のスマイルでお願いいたします。まとまりがないな、4なし大丈夫大丈夫。はい、じゃあパノラマ写真も撮りますので、皆さん私がはいなしと言ったらピタッと止まってくださいね。いきますよ、せーの、はいなし、ピタッ。OK ですか。はい、じゃあもうちょっといきましょうか。続いてはこちらの真ん中のカメラに目線くださいね。皆さんスペシャルスマイルでお願いいたします。いきますよ、せーの、はーい、なし、はい、いい笑顔ですね。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫。はい、ありがとうございました。では4台さん集合。はい、グロッキーな出汁が若干人出しておりますが、ゆきでした。はいはい、ハイブシャ、ハイブシャ、最後だから、後でウコンの力あげるから あれ、ふにゃいた、あ、いたいた、可憐だね、なんかふにゃ、かわいい、かわいい、かわいい、よかったね、やっと切れてね。はい、じゃあお兄ちゃんの近くに行きまして、ナッシー、寂しいんですがイベント終了のお時間となりました。寂しい時間という話だ。みんなお疲れ様。ありがとう。なんか静まる中、皆さん今日も集まりいただきまして
6年連続発売感謝イベントお越しいただきましてありがとうございました。すいません、皆さんの方にこのね、ふなっしーちょっとポロリしちゃっていたんですけど、まあ、いろんなね、可愛い写真撮っていただけたんじゃないかと思います。でまた皆さんのおかげで6年連続で続けることができまして、ふなっしーの本望である寄付ということも続けられておりますので、ぜひぜひまた来年以降も楽しみにしていただきますようにお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ではですね、皆さんはご退席いただきたいんですけど、忘れ物のないように、あとは急がないようにですね、しっかりと確認していただいてご退出をお願いいたします。でまた当選された方はですね、今こちら私がおります方、こちらですね、はい、この辺りにお越しいただきましたら、ふなっしーのサイン入り手ぬぐいをお渡しさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。